今回の MV 用のイラスト、今回これはですね、自分がですね、漫画描いてるものですから、夏に向けて新刊描いてるんですけど、まあ漫画描いてるんで、その中で漫画描きながら MV のこのイラストやりながらということでやっているので、その今自分がやってることをそのままMV に応用できないかなっていうふうにちょっと考えたんですね。その本は効率がいいと思うし、自分で買っても分かっているし、なんか面白い画面ができるんじゃないかなってちょっと思ったわけですね。それでこのようにまあ最初に小回りなんぞをしてみてるわけであります。どうも、松村上九郎です。ミュージックビデオデルティモから発信されたこのシェルターという曲で、この1曲目の第1弾の手のひら革命と同じ4人のメンバー、小西さんと一蓮さんとしずさんとで、最後私ということで、今回ね、イラスト私またやらしていただきましたということで、メイキングを見ながら、うじゃっと今回は何に気をつけてだったのかとか、なんか何やったのかっていうのをまたメイキングをうじゃっと見ながらおしゃべりさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ミュージックビデオの、ミュージックビデオ案の定聴きながら、曲を聴きながら歌詞を見ながら起こしていくわけなんですけれども、こうあれですね、今描いてるコマなんかがそうなんですけれど、こうなんでしょうね、このやっぱり前回と同じで、敵みたいな、仮想敵みたいなのをなんとなく、なんか置こうとしていますね。なんかいろいろ変えてますけれども、そういう感じで敵味方みたいな感じで、そういう対立構造でとりあえずやっていこうみたいな風に、なんとなく思ったわけですね。左上のコマは、コマを歌詞にそのままなんか起こしてるのかな。そんな感じで、こんな感じ、今書いてますね。なんか敵の分かりやすいシンボルみたいなのを一つ決めたんですね、ここでね。バーっとなんか絵文字なんですけど、バーって決めて、なんか大きい液晶画面かなんかに映ってて、でなんか顔を隠した、なんか洗脳されてるっぽいような人たちみたいな、だからこれが体制側みたいな感じですよね。まだそんなに体制側 VS 反体制側みたいな風に、まだここの時点では構想はまだ思いついてないんだけれども、まだちょっと手探りですね。でもシンボル3つ書いたあたりで、なんか親っていう何かは自分の中であったような記憶がありますですね。このコマは何だっけ、透明なスープは無味っていう歌詞を起こしてるんですけど、この辺で少し詰まってるといえば詰まってるんですよね。何かっていうと、その透明なスープ無味って、透明なスープは無味って、こう歌詞に引っかかって、さあどうしようかっていうちょっと混乱してるコマではありますよね。だから一番なんか困ったコマのような気がしてますね。色塗りもすごい困ってるんですよね、案の定。だからって思いながら書くと、そういうことにはなるんだと思うんですね。いいんですけど、別に悪くないコマだと思うんですけれどね、最終的に。ただこの辺でやっぱりこのままでは行き詰まるなと思ったんですね。何かっていうと、歌詞をですね、そのまま綺麗に、その逐字語訳的にっていうんですかね、その1対1の比率で歌詞を起こしていくというやり方だけでは、何かこうですね、到達できない何かがあるなと思ったんですね。私他の方のね MV とか一応、なんか見たりはするっていうか、好きなアーティストさんとかいますからね、見るんです。で、そのすごいかっこいいアニメとか、かわいいアニメとか、アニメーションがついてて、ゴリゴリのアニメーターが作画してるようなものとかもあるじゃないですか。すごいかっこよくって、だから、で、ああいうのってやっぱり舞台がすごくあって、でシナリオみたい な何か感じさせるものがあるわけです。この画面、ごめん、ちょっと話変わるけど、この画面、なんだっけ、ストレージの海とか、なんかそのストリー、このコマはいいひらめきだったと思うんだよね。ストレージって、なんかこれ外付けハードディスクなんだけどさ、
外付けハードディスクをマンションみたいが、ま、マンションみたいにバーってなってて、なんかストレージ、 人類がストレージ管理されているような世界みたいなのを、このコマ書いて思いついたんですよね。コマのレイアウトちょっとまだ困ってる感じなんですけど、今のコマが割となんかこの全体の空気っていうか、一番引いたこの世界の中で一番引いてみた、このロングスケールのロングショットっていうんですか、なんか一応そういうコマになると思うんだけど、もう同じようなロングショット、同じようなスケール感のコマをもう一つぐらい書いてもよかったと思うんだけど、まあそれはともかくと、でその次ですよね。今書いてるコマがこのハードディスクじゃない、この外付けのそのストレージのこの団地の一室みたいなところに、この反体制派、このなんかこの女の人、私やっぱり気が強い反体制派的な、そういう反骨精神のある女の人って、やっぱりああいう風に三白眼で描いて、ああいう感じで描くのが、まあ、趣味なんですけど、まあ、そういう感じでその団地の一室に実はその反体制派のアジトがあり、でそこでさあ何が起こるんでしょうかみたいなストーリー立てってみたいなものが、この辺で結構なんかあって思ってきたんですよね。だからなんかこの辺でだいぶ、あ、なんかその右下のコマのその透明なスープがうんたらって、なんかうじゃっとしてうんうんって思ってたところから、ちょっとそうこの真ん中にハックって書いてますね。ハッキング、はっきりハッキングって書いてるんですよね。だからそうそう、で潜水服を着てるんですけど、 なんとなく相手の懐にで潜るっていうのを可視化して、なんか相手の懐にね行くみたいなのを、ね、やろうと思って、なんとなく潜水服だなって思って、この辺はまあ直感だったりするし、確か歌詞の中で脳から糸が出るじゃないけど、なんかそういう歌詞があって、あ、それってじゃあ潜水服のなんかこうあれですよね、空気を送るそのコードみたいなのにすればなんとなくいいじゃんっていうふうに思ったわけですね。はい、で今書いてるコマで、まあ、これも先生服なんか量産型かなみたいな感じ、これも今書いてる時点で あんまり決めてない、反体制派のやつなのか、それとも体制側の戦力なのか、まだこの時点であんまり決めてないんですけど、ただ最終的にバタフライのね、蝶々のシンボルがあるじゃないですか。あれを反体制派のシンボルにしようっていうふうに、まあなんかどっかのタイミングで思ったんですね。だからまあ、そういう意味で言うと、まあバタフライ側の戦力なのかなっていうことには一応まあ、事実上なるのかなという感じ。このシェルターのコマ、このシェルターっぽい、これシェルターっていう歌のタイトルだから、シェルター書こうって思って、この完全に、ま、丸いシェルター、丸いの書くとのね、すごいね楽しいんだよね。すごいね、構図的、実はストレージのマンションの団地と同じくらい気に入ってるコマが今のコマ。ちょっともう すぐに次のコマ行くやん。ちょっとごめん、ちょっと私が早送りについてけてないんですけど、すいません。このパズルのコマはまあ比較的地味かなって思います。この今回の歌がまあ、メモリをクリアするっていうね、そんな感じの、まあ、なんか話であるというふうに、まあ、事前にね、受け取ったんで、で、あと、あ、で、七色の光っていう歌詞みたいなのも出てくるから、じゃあ、七色成分もどっか入れようと思って、今、試行錯誤、まあ、してるわけですよね。で、この信号機はダサいので、ボツにしましたね。もちろん、アングル変えるとか、いろいろあったと思うんですけど、まあ、しっくり来なかったんで、ボツにしたんですね、これはね。まあ、そんなこんな試行錯誤は続くわけなんですけれども、まあ、今見れば悪いわけじゃないんですけど、なんか、どこでも奴らに見張られてるぞみたいなニュアンスをね、どっかで出したかったと思うんですけれど、まあ、なんか、いいかっていうことになったんですね。はい。で、ここまで来て気づいたのが、あ、人書いてないと。人書いてないなっていうのと、まあ、だから、人の表情ですよね。感情とかそういうのをどっかで書いた方がよかろうと思ったので、人のアップがここから増え始めます。で、なんか主人公らしい人がなんとなくこのね、こう主人公誰かなと思ってまだ決めてないっていうか、
そう、前回は真ん中にドカンとね手のひら革命いたんだ。で、これ主人公らしいこの子、あの、多分何のなんかすごい能力があるとかじゃないんだけど、なんかこう多分このバタフライっていう反対性側に、あ、この子はあのなんかあの俺らのマシンのなんかあれとシンクロ率とか親和性が高い なんか血を持ってるみたいな、なんかそういう体質やから俺らの味方に引き入れようみたいな感じで、ある日突然この、 あの自分だけが呼ばれる朝が来るみたいな感じでゴン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 ってなって、で最初体制側に襲われて、でも体制側に襲われてなんだなんだって身に覚えのない混乱の中で、多分反対性派のお姉ちゃんがバーって来て助けてやる、来なみたいな感じで、何が起こってるか説明してやるみたいな感じになるっていう、多分あのアニメとしてなんかちゃんと丁寧に展開しようと思ったらそういうコマも入れなきゃいけなかったんだけど、あのちょっと今回はそこまで入れれなかった、じゃあのコマの都合であんまり入れなかったけど、かなりね面白くなってきたらから、このやり方、まあ、次回以降ももしあるんならあのやって、なんかもっと応用聞かせてもっと面白いコマたくさん書きたいみたいなのあるんですよね。ここ3人集書いたけどね、これ3人書いたけどなんかこのコマダサいなって思ったんだよね。なんか悪くはないけど動きがないっていうか、いやそれだったら一人一人ポージング決めてもっと個性立てて、なんか もうちょっと、そうそう、あの前回は人がもっとたくさんいていい感じで配置して、もっとわちゃわちゃと賑やかな感じがしたから、今回もそういうことにしようと思ったんで、でこの3人が一応敵役みたいな感じなのかな。私は敵のつもりで書いてるんですよ。だってあの喜怒哀楽みたいな、そう、歌詞の中に喜怒哀楽って確か出てたかな、ごめんね、なんか自信がなくなってきちゃった。今動画だけを見て喋ってるから記憶で喋ってるんだけど、あと、まあ、喜怒哀楽の喜怒哀みたいなこの3つが敵の体制側のシンボルだから、まあ、その敵側かなというつもりで書いて、この女の子、もう一人こう怪しげで、な主人公が恋心を抱くかなんか憧れるか分かんないけど、そういうタイプの子を書いてて、耳にすごいわざとらしいんだけどバタフライ象徴だからで、だからわざとらしく書いたんだけど、この子も反体制側ということですよね。なんかそういうことなんだよね。多分まだ多分主人公が体制側のなんか組織にわーって襲われる前のイベントで、なんか街の適当なあのなんかしらけたコンビニみたいなとこに行って、綺麗な姉ちゃん見つけて、耳のイヤリングなんとなくキランと光って、おなんだろうみたいな、この物語が始まる予兆みたいなのを入れたらもっと丁寧なんだけど、繰り返すんですけど、そういうことを、そういう小細工をやる手間はなかったんで、こういう風にクローズアップだけしましたっていう、そういうことです。で虹色成分うまく入れない、なんか今ダイビングしてなんか敵の画面がバーって出てるんですけど、あのコマちょっとさっきもう飛ばしちゃったんだけどさ、あれがダイビングして敵のラスボスと対峙みたいなところですよね、あれがね、その下のちょっと下のね、あの部分がで七色のイメージって、七色っていう言葉が七色やっぱ使いやすいなと思ったから、どんどん使っていこうということになったんだよね。でここまで書いて、敵が3人いて主人公真ん中ドンみたいな感じで、この真ん中のだからこのしぼってかぶってるのは、左下の下から2番目に朝起きのそって起きたみたいな、この一応同一人物のつもりで書いてたりするんだけど、まあその辺はまあ解釈、なんかこれ見た人が私はそういうつもりで書いたけど、これの MV 見たりイラスト見た人が、あ、これってこういうことかなって、 いろいろ想像してくれても、いろいろ解釈してくれてもいいかなって勝手に一応思ってたりはするんですね。だからまあ正解があるようでないような感じだし、だからなんか一応そんな風に思ってます。で、色合いを試しながら一応人を増やしてますよね。だから今までのコマでバラバラに描いた子を、いや、もう一回改めて上頭からつま先までデザインして、さあどうしようか、その配置どうしようかなみたいな感じでやってるわけですね。で一応その人物の色も赤道気力青鸞紫ですよね。だから七色ですよね。だからそれでなんとなく傾向を持たせていいかなと思ってて、でこの子はなんかシェルターかぶりましたみたいな、なんかなんやねんこいつって思うけど、なんかこの
シェルターあれ被らせて、そのなんか主人公のね、なんかこのハッキングツールへの耐性をチェックするみたいな、なんかそういうギャグパートなのか、なんかよくわかんない主人公が試されるコマの一つかなみたいな。だからあれも一応主人公のあの慣れ果てじゃないけど、なんかその一なんかワンシーンみたいなつもりで書いたけど、別人でも面白いっていうか、その反体制側のマッドサイエンティストみたいな感じで顔が見えなくって、なんかいつも怪しい研究してるみたいな、そういう立ち位置でももちろん構わないという、まあ、そんな感じですよね。で一応この絵を、はい、これが一応完成形、一応ね全体のなんか 7,8 割のこの構図が決まるまではあの3日くらいでやったのかな、わかんない、何日か、4月の9日から13だから4日間ですかね、4日間かけてこのちょっと手前まで行ったんですよ。で、ね、一応1回納品したんですよね。なんかその動画を公開したいタイミングまでちょっと時間がないっていうことで、なんかちょっと慌ただしいんだけど1週間くらいでくれますかっていうことで、あのやってみますということで一回やってみたんですね。やってみたんだけど、この人物の裏よく見るとちょっと黒いグラデーションがかかってて、たりして、ちょっとあの背景と人物を切り離す工夫が微妙にしてあるんですけど、まあちょっとまあこれだけそれやってはいるんだけど、今見るとどうかな、ちょっとごちゃごちゃやっぱりしてるのかなという気はしなくもなくて、いやこのバランスがすごい難しくってさ、すっきりさせようとするとつまんないんだけど、あんまりにもあの全部を同じにしてしまうとやっぱりあのごちゃごちゃしてただ見づらいということで、その加減が難しくって、その辺の答えが見つかるまでにかなりねあの時間かかったんですよね。だからそれで結局納品、あのちょっと直しましたっていうやつがあの2週間弱ぐらいかかっちゃって、ちょっとはみ出たんですけど、納期をなんかあの結局2週間かかりますね。だからあのどうしても最後の最後の一押しをするために1週間と半分使う感じですね。だから私作家としてはそんな感じなんです。で、そうで、もう一つあの前回の反省があって、これがもう一つあのビジュアル、これは完全に背景ぼかして切り離してあの光らせたやつですね。あのぜ で, であのまあこういう今回こういう感じでやらせてもらったんですが、これはあのかなりやっぱりあの自由に解釈させてもらったんですよね。アニメーションを作るとか、なんか本当にあの絵描きとしてやっぱりあの曲に初めてビジュアルを与える立場なので、なんていうかこうそのさっきも言ったけど、歌詞を逐字語訳的に起こしていくだけじゃない、何かあの言葉のこの歌詞と歌詞のこの行間から見えてくるなんか世界観みたいなのを改めて書き起こして提案するみたいなことをちゃんとやって、でなんならアニメ化できるっていうか、もうアニメーション MV でもにしてもいけると思いますよみたいなくらいの、ストーリー性のあるものを提案した方 した方が、いいんじゃないかなという、ね、ちょっとやってみようというこの、まあ、勇気が湧いたって、勇気と好奇心が湧いたんですよね。そういう世界観みたいなの、その画面と一緒に何かを提案するっていうのが、どのくらい、動画この後動画を編集するしずさんがどのくらいあのこのなんか拾ってくれるか分かんないんだけど、あのだからあのこのあの今回前回と今回の一番違うところは、私があのこの後動画を編集するのが誰なのか知ってるっていうことで、あの才能のある人が後ろで待ってるって思うっていうことを今回は分かってるんですね。あのいや別にあの人によって仕事の仕方を変えるなよという指摘は当然あると思うんですけれど、なんていうかさ、あのそのなんていうんですか、期待値があるじゃないですか。あのこのくらいの提案をしたらこのくらいのものが返ってくるだろうという、そのなんていうか期待感ってあると思うんですよ。だからね、やっぱりあの巨大な才能が いるってやっぱり思ったから、あのやっぱりあのなんていうんですか、あの面白い提案をこちらがすればきっとかっさらにかっこいいものが来るだろうっていう、やっぱりあの思ったんですね。だからあの頑張ってみたっていうか、あの思い切って提案してみたんですね。このバタフライっていうなんか反体制派の物語みたいになったんですみたいな話をまあしたんですね。なので
でそしたらそれで勇気を持ってやってみたら120% 200% のものが返ってきてきたんですね。だから本当に楽しいんですよ。だから才能のある人と仕事をするのって本当に楽しいなって思ったんですね。と思ったんです。はい、ちょっと取り留めもなくて長いんですけど、だから私まだちなみに目を途中 MV 本番だと目閉じて開けるっていうアニメーションあったんだけど、あれは私じゃなくてしずさんの側でやってもらったんですね。だからまあアニメの MV にこれからなっていく、そういうところまでアニメ化、アニメ的な動くものまで作っていくのかとか、そういうことってまだの分かんないんですけどね。デルティモっていうこの企画がこの4人のメンバーで固定ってことじゃなくて、これから入れ替わるなり増えるなり、多分なんかいろいろ立ち代わりなんなりしていくと思うんですけど、だから私はもうちょっと一つだから決心したっていうか、このままなんならこのままアニメにしてアニメ仕立てでもいけるぐらいのイメージボードっていうか、その奥行きのある世界観みたいなのをこうやってコマなりなんなりでビジュアル化して、どん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 怖がらないで思い浮かんだコマをどんどん発信するみたいなことを自分がしたいなって思いました。でそれ、きっとそれで面白い提案ができるって なんか今回のこの2段目の絵のこの仕事で何かが今まで見えてなかった何かが見えた気がしたんです。ビジュアルで攻める、ね、コマで攻める、イメージボードで攻めるっていうか、そういうなんかそういう気がな何かが見えたんですね。だからお呼ばれする限りまた頑張りたいと思います。すいません、話が長くなりました。そんな感じでした。はい、そんなわけです。よろしくお願いします。ちなみに1曲目の手のひら革命、この間2万再生いったみたいです。やったね、ありがとうございます。てか手のひら革命の時にね、人物をね、あんまりグループ分けしてなくてさ、ここから先は1曲目の反省会なんだけどさ、ごめん話長いんだけど、1曲目さ、レイヤーがさ、レイヤーがね、いやあんまり分けられてなくって、でまず編集した人しずさんってまだ知らないまま完成品見たんだけど、やっぱりレイヤー分けが甘かったから、ちょっともどかしそうにしてる、編集ちょっともどかしそうにしてるなみたいな感じが、ちょっと私が絵を描いた本人だから微妙になんか分かる気がして、いや気のせいかもしんないですよ、気のせいかもしんないんだけど、本当は人物それぞれあれ7人全部ちゃんとグループ分けして、なんかもうちょっと遊べるようにした方が丁寧だったなと思って、ちょっと後悔したっていうか、一番初めてのMV イラストの制作だから、ちょっと一枚絵で完成してればひとまずいいんだろうくらいにちょっと思ってた部分がかなりあったんで、まあその反省も込めてレイヤー的な構造で奥行き出すっていうことを考えると、割とこのコマを一つ一つ独立させてビジュアル描くっていうのは奥行き出したり編集したりとかいう点でもやりやすい部分があるのかなって思ったりしたんで、まあ全く同じことをやるかどうかはわからないんですけれども、小回りにするのか、もうちょっとまた最初と同じキャラクターだけ置くことにするのか、またわかんないんだけども、楽しんでやろうと思います。何かが見えた気がするんです。何かが見えた気がします。はい、そんな感じです。ありがとうございます。ではまたです。